皆さんいかがお過ごしでしょうか。前回の、タランティーノのヘイトフルエイトを受けて今回紹介するのはこちらです。狂気の桜、2002年の作品です。監督は園田賢治、他にはトンピがくるりととか撮ってるんですね。あとはですね、なんか劇場版トリックの、タイトルバックとかやってるみたいです。まあタイトルバックいろんな作品にも作ってるみたいですので、そっち系の監督のスタイリッシュな映像が得意な監督です。出演はですね、久保塚洋介、力也、これ今川口力也です、ね、になってるんですが、他に須藤元気、この3人がメインですね。まあ久保塚洋介もそうですが、力也はボクサーで、須藤元気はまあ言わずとしては格闘家ですから、結構なんかまあ役者といえば本物系って感じです。久保塚洋介も、まあこの頃はちょっといろいろなちょっと変な方向に行き始めたかなというところでしたけれども、まあみんなリアル系って言うんですかね。ただ久保塚洋介やっぱりこの、例の事故が起こるのはまあ2004年ですから、それまでのこの何つうんでしょうね、魅力の爆発さっていうか、もう、東池袋ウエスト、なんかあれですね、アメリカのドラマから始まってピンポンとか映画もありましたけど、その辺のもう、うまさですね。でもうどんどんその魅力が爆発的に大きくなって、人気も爆発してですね、もうどこまで上り詰めるんだっていうところであの事故が起こってしまいましたので、それでちょっと沈んでしまいましたが、この作品はその事故の起こる2年前ですので、本当にまあ魅力がまだまだ、開花し続ける時の作品ですけれども、じゃあどういった作品かというと、こんな感じの作品ですね。右系パルプフィクションですね。ちょっと右派的なテーマです。まあ、前回の、タランティーノ作品出来がっていう風に紹介しましたけれども、じゃあそれに対応するの作品何かなと邦画で探した時、一番最初に思いついたのはあの東京トライブだったですね。あのそのシオン監督のですね。ただもうちょっとそのシオン他にもやってるし、まあちょっとそのシオンの他の東京トライブはちょっとふざけすぎな部分があったので、もうちょっと本気でやってるのないかなと思ったらこの作品を、思い出しました。まあ物語はですね、この、久保塚洋介と、力也と須藤元気が3人でですね、町を浄化させようとしてですね、ネオ東城っていうね、なんか変なグループを作ってですね、まあ右系の思想を組んだこうまあ、なんですね、まあグループでギャングって言うんですかね、チーマーとか、まあそんな感じで、まあいろいろ闘争をしていくうちにですね、だんだんその暴力をやっていくうちに、やっぱり暴力団系に取り込まれていくんですね。で、それが、そういうことによって、迎える顛末っていうのがちょっと、悲しいことにもなりますけれども、その辺もですね、すごく、まあ劇画調といえば劇画調の雰囲気あるかもしれません。まあ、主題歌はですね、またキングギドラということでですね、このヒップホップ系が入ってきてるというのも、その時の雰囲気として非常に良かったのかと思います。ただ、まあ、この辺もですね、まあ、思想系が入ってくると、まあ、右系は特にヒストリー X の時も説明しましたけれども、割と何て言うんですかね、その思いをかすめ取られて、うまく上の人に利用されるパターンというのは結構多いんですね。それは、この左系ももちろんですね、市民、まあいわゆるなんかプロ市民みたいなことを言われ方しますけれども、あちらもですね、なんか割とこうなんか若者の思いというのがさらわれて、なんか上の人にさらわれていくというのは、まあ、大体どこの運動もですね、なんか組織に関わり始めると起こることかもしれませんけれども、まあ、それもですね、まあ、いろいろ事情を考えるとですね、まあ、これもですね、まあ右系の物語ではあるんですけど、実は制作はテレビ朝日、朝日系なんですね。しかもこう、制作の名前が出てるのが早川博って、これテレビ朝日の社長ですからね。まあ、こういうことも含めるとですね、なかなか大人の事情っていうのがいろいろあるんだな。まあ、一応目早川博っていうのが、
ニュース久米宏のニュースステーションで作った人だったりもしますからね。そんなね、右とか左とか言ってるんじゃなくてですね、まあそれぞれの思いをなんか忠実に、自分でやってるのがいいのかななんて思いますけれども、この作品自体はまあちょっとですね、まあ、そういう思想的なものもある分だけちょっと忘れられがちな作品ではありますけれども、非常に青春映画としても面白い。でその映像的にも非常に、スタイリッシュな映像になってますので、ぜひ、ご覧になってください。ちょっと桜が散る季節にはなってますけれども、桜を惜しむ心を持ってですね、これ見ていきたいと思います。狂気の桜、ぜひご覧ください。